中年オタッキーです。ちょっと今雨が降ってるんですけどもね、ゴールデンウィーク前の運行、最後の運行に今日なるんですが、まあね、一般車も増えてきてるんですけど、雨ということで非常に気になってると思います。事故が起きるんでね。で今日はこのカメラを紹介していきます。じゃじゃーん、ピント合うかな。ミノルタのアルファ5000っていうカメラですね。こんな感じね。これね、去年、今年じゃないですよ、去年の正月に、カメラのなにわ神戸店さんでね、購入してきたカメラになるんですけども、すぐに動くようになってね、フィルムをね詰めるんですけど、1年4ヶ月か、1年半までいかなかったか、1年4ヶ月ほどで撮影に時間がかかりまして、ようやく動画になってくるんですけどね、まあ、奇跡のコンディションだったんですけど、まあいろいろありました。まあそのいきさつとかね、動画の中で、述べていこうと思います。それでは動画スタート。はい、このアルファ5000なんですけどもね、発売がね1985年の3月になってたんですね。発売がねアルファ7000の方が1ヶ月早くて1985年2月で、アルファ5000はねその1ヶ月遅れで発売された1986年。じゃあ1年1ヶ月遅れです。すいません、1年1ヶ月遅れです。86年の3月発売ですね。アルファ7000は85年2月発売で、アルファ9000が86年3月ってことなんで、しばらくはアルファ7000だけ売ってたんですね。これがアルファ7000ですけどね、まあ、同じレンズがついておりますが、これね実はこのカメラとこのカメラ、はい、この2台のカメラなんですが、フレームは同じらしいです。フレームが同じで、操作系とかは、ボタン類がねこっちの方が断然豪華なんですね。アルファ7000の方が豪華で、底板を見ると、ほぼ同じなんですけども、アルファ7000だけね、電極になんかあるんです。こちらどっちか分からなくなっちゃう。あ、どっちだ、ここだ。これアルファ7000はねここにね、モータードライブとかを接続する電極があるんですが、こちらは何もないんですね。で、形状は全く同じです。シリアルナンバーも下に書いてありますけど、これ別々なんだろうな。この当時のね、ミノルタはこの底にね、プラスチックを貼ってあるものが多くなっておりますがね。電池のね、アダプターの形状もどうやら同じらしいです。ほとんど同じカメラになりますね、この時代で。で、アルファ9000はっていうとね、全然変わってきますね。もうアルファ9000はさすがに高級機ということで、いろいろなものが、ついておりますね。うん、まあ、こっちはパワーアップでモータードライブに対応で、こっちは外部でモータードライブ対応なのかな。アルファ7000と9000のこの差ですが、で、これはもうね、普及機廉価機として開発されたんですね。シャッタースピードはね、2000分の1までとちょっとグレードダウンしてます、ね、で、もう撮影モードはね、プログラムとマニュアルしかないです。で、電源を入れまして、これね、この蓋をね、閉じるとね、自動的にもうプログラムに固定されてしまいます。で、この蓋を開けて、この長細いボタンをピッと押すと、ようやくマニュアルモードになります。マニュアルモードになってもね、この液晶画面は何も変わりません。M っていうマークに変わりますけど、で、そのフィルムのね、カウンターはあるんですけどもね、他は何も表示変わりません。で、ファインダーの中で、撮影データとかをね、調整をするみたいですね。もうファインダーの中でしか情報は、シャッタースピードとかの情報はありません。で、まあこれでね撮ってきたんですけど、その撮影のレスポンスとかね、まあ、画質とか多分同じ、まあ、レンズも同じもつけてますけど同じだと思います。オートフォーカスのね性能とかもほぼ同じに感じましたね。まあ結構サクサクとは撮れるんですけどもね、撮影するチャンスがなかなかなくて、いろんなカメラをね、
試写しては試写してはって感じで、どん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 後回しになって、まあ1年4ヶ月かかったんですけどね。で、現在ついてるこのレンズですね、F4 同士の35-70っていうレンズ、これはそのミノルタが α7500 を発売されてしばらくこのマキエレンズ的に使った、ね、レンズ、当時その人気の価格だった3570なんですけど、この3570F4 にものすごくこのレンズがよく映るんですね。これ有名な話ですよ。で、さらにそのアルファってね、ものすごく台数が売れたんで、マキエレンズがもうたくさん売れて、で、カメラがどんどん今壊れていってるんでね、レンズだけ余っていってる状況で、もう500円とかでゴロゴロしてるんですよ。このレンズがね、非常によく映るレンズで。これおすすめになります。ミノルタのボディね、アルファ 303SI とかいっぱい転がってるんで、その辺につけてもね、いい写りをするんでね、このレンズ本当におすすめなんですよね。カメラはというと、もうね、α7500 の、電極じゃない、基板が焼けて壊れる動画何遍も言いますけど、作ったようにね、もうそろそろね、この辺のカメラ、電子カメラはね、もう限界が来ています。このね、α5000 もね、ちゃんと動いてくれて、おー、よかったって感じだったんですけど、最初は動かなかったんですよね。よっ。プログラムだからめっちゃスピード遅くですけど、最初はね、その電池ボックスに電池の液漏れがあって、で液漏れも直したんですけどね、通電しなかったんですよ。よいしょ。でちょっと電池ボックスを開けますが、通電しなくてもね、諦めないでくださいね。なんでだろうって思って、まあこれ電池ボックスですけど、まあ、こっち側のね、この中身を一生懸命ね、接触をね、きれいにしたんですけど、直んなくて、動かなくて、で、諦めかけていたところにね、ここに、ん?って思うんですね。このね、本体側にね、出っ張りが2つあるんですよ。ここを磨きました。そうすると復活しました。これで通電するようになりました。ここもね、腐食してたっていうことですね。まあ、液漏れがね、もう盛大になってると、もうそれもダメでしょうけど、軽微な液漏れだったらね、ちょっと復活するためにね、努力する価値はあると思います。で、このカメラでね、α5000 で写真を撮る値打ちが果たしてあるのかっていう話なんですけど、もうね、コレクターの料金ですね。これでね、5000、7000、9000と揃っちゃったんで、まあ、ジャンクばっかりですけどね、まあ、1台7000だけはね、視聴者さんからいただいた、カメラにはなりますが、まあ、9000もね、なんとか自分でね、いろんな方のね、知恵をお借りして、修復してね、今ちょっと撮影の準備に入っており、そろそろ撮影入っていくところなんですけどね。はい、でね、今日のね、作例なんですけどね、なんせ1年4ヶ月かかりましたから、たっぷりと見てもらおうと思います。またなかなかね、いい写真になってるんですね、これが。いい写りです。さすがミノルタって感じで、今回はね、コダックのね、コダックゴールド200というカラーネガフィルムで、撮影してきております。それではここからが作例になっていきます。作例になっていきますが、まず1枚目からもういきなり4月、ファーストショットが4ヶ月後か、フィルム装填して4ヶ月後かっていう話なんですけどね。それでね、結構いい写りになっていくとは思うんですがね、これ2枚目もそうですが、非常にね、これフィルターも何も使ってないんですけどね、良い発色になっておりますね。さすがミノルタのレンズ、これはね、夕日の刈谷パーキングエリアですけどね、これ、まあ、赤の発色とかね、まあ、このレンズ素晴らしいと思いますね。で、逆光にもね、非常に強いです。なぜね、この3570、本当にいいレンズでね、まあ、コダックのね、フィルムと相まって、非常にいい味が出てる。赤がなんせいいですね、これね。ちょっとね、ネガキズを入れてしまったんですけど、この夕日のね、写り、逆光、新逆光ですが、本当にね、絵が破綻しないんですね。で、35mm から使えるということでね、スナップシュートにはね、非常にいいレンズになります。35mm ってスナップ向きなんで、このようにね、もうあちこち遊びに行ったところをバシバシ撮るのがいいと思いますね。で、こちらは最近の写真ですが、ね、リバーサルで撮った、マミヤよりもいい絵になって、しまってますね。まあ、カラーネガさすが万能性が高いということで、悪天候にも強いぞみたいなね、これね、全部同じ日に撮った写真なんですけど、リバーサルで撮った、マミヤで撮った絵より綺麗ですよね。これもうね、使える写真がたくさんあって、
もう今日はねたっぷり見てもらおうと思ってね、ちょっと長めに、やってますけどね、このようにね、なかなかね、自分的にも満足できる写真がね多かったです。これはね、駒ヶ岳サービスエリアから、雪山を撮った、写真なんです。まあこれはね完全に天気悪いんですけどね、これも同じ日に撮った写真ですが、ちょっと薄日が差しただけでこの色が出ました。はい、どうですかね、これね、このレンズね、まあ別にねボディは何でもいいんですよ。別に、α5000 でも α7000 でも α9000 でもいいですし、α303SI でも α5XI でも α9XI でも何でもいいんですけど、もう要はこのレンズですね。AF ズーム35-70F4 (22) って書いてあるこのレンズね。ピント合うかな。このレンズが本当にいいんですね。安くていいと。これね、もうあれ、E マウント機にね、A マウントアダプターをつけて使う価値があるぐらいだと思う。ちょっとマウントアダプターが高いか。そのぐらいでいいと思います。とにかくね、安くて写りがいい。もうね、我々のね、貧乏人のね、味方みたいなレンズになりますね。で、カメラボディもね、本当に非常に安く転がっておりますが、まあ、単三電池で使用できるのがちょっと少ないんですね。まあ、α303 とかはもう単三電池無理ですし、 807SI とかその辺はね、電池アダプター、バッテリーグリップがあれば単三電池使えるようになるんですけどもね。で、α7000、α9000、α5000、α7000 と α5000 は単四電池アダプターが大半だと思いますし、α9000 は単三電池2本なんで、この辺のカメラで使うのがまあいいんですけど、まあちょっと寿命的にね、もう85年、86年のカメラなんで、まあそろそろ終わっていくということを考えたら微妙なんですよね。まああえてね、この、初期のアルファをね、使ってみて、ノスタルジックな、撮影も良いのかもしれませんが、もう壊れるのでそこは自己責任ということで、焦げ臭い匂いを体験したい方はぜひチャレンジしてみてください。まあそんな感じでね、今日は、ミノルタα5000 の紹介でした。まあね、ボディ共通で性能差で価格を分けるっていうのは、このカメラぐらいが最後になっていくらしいです。でもうね、これ以降の、廉価機と普及機、中級機、高級機はもうボディから何から全部違うものになっていくみたいですね。まあ歴史的にはそうなっていくようです。はい、でここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿トップバッターは山拓さんですね。文章が、久々の投稿です。山拓です。とあるコーヒー専門店の店内のインテリアです。癒されました。タイトル、ずっと眺めてたいですね。カメラペンタックス SP、 レンズタクマ、50mmF1.2、 スーパーじゃない方ですね。フィルムはコダックゴールド200ということですね。で、作品2枚なんですけども、タクマ、かなりのオールドレンズでありますが、なかなか良好な、発色になっておりますね。特に2枚目、やはりね、この古い時代からのね、ボケ、非常にいいものになってますが、何より山拓さんの撮影技術がこれ光りますね。向こう側が光が強いんですけどね、手前の、この飾り物にしっかり露出を合わせております。なかなかだと思います。結構ね、ペンタックスの SP、露出系が動かなかったり、動いても大して当てにならないものが多いんですけど、これ素晴らしい写りですね。山拓さんさすがです。ありがとうございます。でね、次がね、初投稿ですね。リュウスケさん、初投稿になります。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。初めての投稿です。この写真は僕の地元にある下町で撮影したものなのですが、可愛い猫がいたので思わず写真を撮ってしまいました。ちなみに使っているカメラはニコン F2 フォトミック A で、レンズはカールツアイスプランナー T50mmF1.4 で、フィルムは、ベルビア400。ベルビア400ですね。これ昔の写真なのか、ベルビア400。
違うな、ベルビアじゃないや、バイブ、ISO400 知らないフィルムだな、で作品なんですけどもね、これね、ふてぶてしい、これ多分オス猫だと思うんですけど、耳がかけ、これ喧嘩で耳がちぎれてるんでしょうけど、ふてぶてしい猫が、ね、なかなかいい表情で鎮座しておりますね。これトタン屋根かなんかの上に乗っかってるんでしょうけど、この不安定な場所でね、ふてぶてしく、休んでおりますね。なかなか貫禄のある猫、ボス猫かなんかかもしれないですね。はい、リュウスケさんありがとうございます。次がね、サトシさんでいいのかな、作品トークをさせていただきます。ニコン D2H で撮影、タムロン SP500mmF8、手持ち撮影、送電塔鉄塔の基礎工事における、ヘリコプター運搬の合間に撮りました。反射レンズは軽くてコンパクトなので現場にも毎日 D2H と持ち歩いてます。現場は滋賀県と福井県の県境の山奥、2枚目がね、ニコン F4AIS ニコル35から 105mm、F3.5 から 4.5、 コダックカラープラス200、アコーオサキっていうのがオンだけだな、懐かしい看板を見つけたので撮りましたということですね。写真なんですけど、この1枚目ね、ものすごい緊張感が伝わってくる写真になりますね。ピントはね、やや甘いんですけど、まあ、それがね、逆に、緊張感を、伝えてきますね。で、2枚目なんですけどもね、これね、懐かしい、映るんです。これ、フラッシュの初代ですね。映るんです、ありますっていうね、もう口かけた、看板がなかなか印象的ですが、これもうちょっと構図を良くしたら、ちょうどね、光の境界線になってるんでね、あえてこの映るんですの看板2つはちょっと犠牲気味にして、やや、明るい方に構図をずらした方が良かったかな。綺麗なね、八角形かな、これ、のゴーストも出ておりますが、これちょっと惜しかったですね、惜しい写真になりますね。はい、サトシさんありがとうございます。で、次はね、エンプティーズストアさんかな、はじめまして、いつも楽しく動画を拝見しております。超カメラ初心者です。オタッキーさんと同時期にソニー α55 中古で入手しました。使い方がよくわからないまま、主人に試写散歩に連れて行かれて面白い写真が撮れたので投稿させていただきます。公園内の樹木の根っこ部分を写しました。ダメ出しも合わせてよろしくお願いします。タイトルは芝生の中の小樹。レンズソニー DT35 から 5.6、18-55、SAM ですね。シャッタースピード 250 の F4 ということなんですけど、主人っていうのがね、シャッター泣き選手権の2人目に投稿していただいて、夫婦で見ておられるんです。ありがとうございます。で、写真なんですけど、これがなかなかなんですね。これ面白いものを見つけて撮ったということなんですけど、結構な要素がこの写真詰まってます。まずはね、光と影なんですね。これ光の境界線で写真を撮っています。そこに面白い被写体があったということで、これ非常にね、印象深い写真になっておりますね。これなかなか初心者とはいえなかなかだと思いますよ。これなかなかの完成だと思います。はい、エンプティーズスターさんありがとうございます。最後がね、1と9さんから3枚組写真になるかな。被写体が弱いということですので、強いやつを送ります。前回のあれですね。工事車両、ニコン F2 フォトミック、オートニッコール 50mmF2、RDP3、強いやつってね、生、格闘家とかそんなの、そういう強さじゃないんですけど、まあ、被写体はね、強いです。強いと1枚目が特にね、いいんですけど、がっつりね、その大胆に切ってるあたり、この構図はいいですね。で、やはり、光が斜めから差し込んで光と影になっているのがいいと思います。こう2枚目の方はね、完全に逆光になっておりますが、もうちょっとこれは工夫、するべきところがあったかな。で、3枚目なんですけどね、これね、クレーン車のクレーンのね、長さがね、なかなか強調されててね、まあまあいい写真になってると思いますよ。一都市区さん、ありがとうございます。でね、今回ね、ちょっとね、まあ、長いことタイトル画面変わってないんですけど、まあ、抜群っていう人はいなかったんですけどね、まあ、どんぐりの背比べというか、なかなか良作揃いだったんですね、今回ね。非常に、まあ、悩んでます。タイトル画面ね、一都市区さんの1枚目、エンプティーズストアさん、サトシさんの1枚目、リュウスケさん、ヤマタクさん、全員候補があるな、2枚目ですね。
これは難しいな、難しいけども、そうです、悩む、めちゃくちゃに悩むが、龍介さんの猫の写真いきますかね。光はちょっとなかったんですけど、まあ、猫のふてぶてしい表情、なかなかのシャッターチャンスだったと思います。それでは次週次回からねタイトル画面が変わっていきます。で作品投稿のコーナーね、ちょっと作品が滞りつつありますので、またね投稿どしどしよろしくお願いします。投稿のルールはね、僕の YouTube のチャンネルの概要欄、に記載されておりますので、そこで確認していただいてね、作品の投稿は Twitter のね、中年オタッキー本若の方に DM で送っていただければ採用いたします。必ず採用しますんでね、よっぽどひどい写真、例えば局部が丸見えの写真とかね、そんなのはダメですよ。そんなわけでね、投稿お待ちしております。でここからは俺のカメラのコーナーになってます。俺のカメラ、今日の俺のカメラはね、これヘボさんでいいのかな、ヘボさんからの投稿ですね。初投稿になりますね。俺のカメラに投稿します。昭和の日にちなみ昭和らしい2台を紹介します。最も2台とももろ昭和モデルですが、当時流行ったレザートップを彷彿させる針側の張り替え済みの2台です。NewOM1 は純正のチャト掛け仕様にワインダー2付き、ペン EE3 は、秋朝日のネイビーリザード仕様です。どちらもカメラ自体はありきたりですが、こうして張り替えてみるとまた違った愛情が湧いてきますけど、チャト掛けの OM1 はちょっと目立ってこっぱずかしい気持ちは、なるほど、よかったら紹介よろしくお願いしますということですね。これなかなかね、オリンパスの2台ですけどね、確かにね、チャト掛けのね、OM はすごく目立ちますね。レンズもカメラもなかなかね、どちらもいいコンディションで、羨ましい。これ、ペンは AE3 の初期かな。いい感じですね。なかなか。OM は僕も持ってます。いただいたものになりますけどもね、僕もちょっとね、張り替えてみようかなと思いますね。これだったらね、結構かっこいいですね。OM2 の方はね、真っ赤のね、針金に、張り替えたものを購入しまして、まあ、シャア専用かっていう話になってるんですけど。はい、でね、俺のカメラのコーナーもね、ちょっと投稿が、終わってしまいましたので、まだね、俺のカメラ、特にね、これ、連休、ゴールデンウィーク、お家でね、ステイホームになっていくような方も多いと思いますんで、ちょっとね、ベランダとかね、日の当たる、渡り廊下とかに行けて、カメラをね撮影してかっこよく撮ってね送っていただければと思います。同じカメラを何度も送っていただいて結構です。綺麗な作品、かっこいい写真、を目指して、まあ、作品として送っていただければと思います。今日のね動画はね、実はねここで終わりなんですが、俺のカメラだじゃあやったやっちまったコーナーとか、教えておたっきーさんのコーナーは今日はお休みになります。でここからはね、カメラプレゼント、はい、最後まで見ていただいた方はカメラプレゼントの、紹介になりますね。これね、はい、オリンパストリップ35ですね。こちらの動作品、動作品といってもちょっと露出系が怪しいっていうかね、動作はちゃんとするんですけど、1段ねオーバーで撮れます。だからね、モノクロフィルムを使った場合は100のフィルムだったら50に、200のフィルムだったら100に合わせて、400はもうちょっとつらいかな、400を入れるとね、ちょっと柔らかい調子に、工場で撮れると思います。工場じゃないや、難聴で撮れると思います。で、カラーネガだとね、フィルムの感度そのままに設定して撮っても問題ないと思います。でね、暗いとこではね、ちゃんと赤ベルが出ますし、明るいところではちゃんとシャッター切れば、露出系も動作しておりますし、ボルトは腐ってたんですけどもね、私がこれゴム板ですけど張り替えて一応撮影して、光が漏れてないことは確認済みです。で、ファインダー、および、フィルムカウンター、フィルムカウンターちょっと粘って動かずになってたんで、軽く注油して、ファインダーは清掃済みですのでね、なかなか、クリアな、まあ、クリアといってもね、ほどほどですけどね、古いんでね、
ファインダーで撮影できると思いますね。これね、まあ買うと5、6000円するのかな、もっとするのかな、感動性はもっとするかもしれないですけど、そこそこの値段になっていく、カメラでありますが、まあ、このカメラ、キャップ、純正ストラップ、そしてこのフィルム、これをセットで当選した方にはお送りします。でね、応募要項ですね。今回は応募要項が変わります。まずね、今までは中年オタキ2に送ってもらったんですけど、2はちょっと混雑し始めておりますので、今ね、何も投稿が来ていない中年オタキ3のアカウント、Twitter のね、中年オタキ3って検索したら多分すぐ出てくると思うんで、そちらをフォローしていただいて、DM で、ま、チャンネル登録を、ね、していただける、ま、チャンネル、YouTube のチャンネル登録、僕のチャンネルをチャンネル登録していただいてですね、DM の内容がね、YouTube のハンドルネーム、で、まあ、Twitter のハンドルネームはもう分かりますので、で、カメラプレゼント応募いたしますという内容、でね、当選した時に、当選者の名前を挙げていいか匿名にするか、つまり、YouTube のアカウントでとカメラを応募しま、カメラプレゼント応募しますというのと、その発表していいかどうか匿名にするか、この3つの内容を必ず記載してください。で、今まではね、アンサーバックしておりました。受け付けました。エントリーナンバーは何番ですっていうね。今回はそれはちょっとなしにします。ちょっとね、事務的に時間がね、もう完全に苦しくなってますんで。だからね、発表の時に名前を読み上げることで大体把握してくださいということですね。そんな感じになっていきます。もう今までね、なんでアンサーバックをしてたかっていうと、カメラプレゼント送ってねえんじゃねえかっていうね、ゲスの勘繰りみたいにするやつがネット上にたくさんいたんですよね。で、それを避けるためにやってましたが、もうね、何人もの人がね、カメラプレゼント当選しましたってブログに書いてくれてるんで、それでもうね、まあ、ちゃんとカメラ送ってるっていうことが分かってると思うので、今回からはアンサーバックはなしということで、確実にね、その3つのね、ルール、守っていただいて、中年オタッキー3に送ってくださいね。他のアカウントに送っても無効になりますのでご注意ください。はい、今日の動画はここまでになります。いかがでしたか。高評価、コメントの方どしどしお願いします。高評価はね、ポチッと押すだけなんで、もうね、今すぐ押していただけると思うし、コメントのね、数と高評価の数でね、動画がね、シェアされていくっていうね、確率が上がっていきますので、コメントはね、一応全部、返信していこうと思ってます。ちょっと遅れておりますが、頑張って返信していこうと思うんでね、コメントよろしくお願いします。で、チャンネル登録の方なんですけどね、4000名を超えてから一気に4035名ぐらいまでドーンって今増えてますけど、まだまだ増やしていこうと思ってます。次はね、5000名、5000名いったらね、何プレゼントしようかな、ちょっと考えようかなって感じですけど、まあその時の経済状況によりますが、まあそんな感じでね、今日の動画終わっていきます。カメラプレゼントの方ね、あ、そうだ、期日、期日はね、一応ね、短くしようと思ってますんで、この動画がアップされるのがおそらく29日なんで、29、30、1、2、5月2日、5月2日の23時59分59秒まで、令和、今年3年か、令和3年の、5月、2日、23時59分59秒、2021年ですね、の5月2日の深夜まで、受け付けております。それをね、1秒でも超えると無効になりますので、ご注意くださいませ。はい、今日の動画はこれまでになります。各コーナーの投稿ね、よろしくお願いします。チャンネル登録またよろしくですね。次の動画はちょっといつになるかはわかりませんが、バイクチャンネルもやっておりますね。バイク好きの方、バイクチャンネルの方もね、よろしくお願いします。はい、それでは、まあ、今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。それでは、次の動画までお待ちください。ごきげんよう。さよなら。